ですけれども、今回は国道によってメンバーが変更になったりですね、いろいろと日本代表も一筋縄ではここまでね来てないような感じがあります。新たに初招集を迎えたメンバー潰しに来ましたね。パッシブの予告手が上がっています。カン・キョンミン、カン・キョンミンのシュート、オープニングショットはカン・キョンミン。今のあの一応 の間を割られるのは日本のディフェンスとしてはちょっと避けたいところだと思います。手数少ない中でしたけれども、カン・キョンミン個人技で持っていきました。まずは先制韓国です。カン・キョンミンからイ・ミギョン、バックパスからのカン・キョンミン、流れながらここは得点。28番のカン・キョンミン、今日2点目。日本この2失点ともにあのセンターバックと2枚目のディフェンスの間をこう割られての失点なので、ここシンダレがベンチに戻ってゴールキーパー戻ります。ここはしかしいい右を、今日1点目。今フリースローの後に 10番のピボットの選手があのライン際をスッと割っていったんですね、はい、そこであの真ん中のディフェンスが出れずにディスタンスシュート打ち込まれました。そうですね、7メートルスローが与えられます。楠本監督としてはここのライン際の攻防をなんとかしのぎたいということだと思うんですよね。すんなりイーミギョン投げ切って、これで4対0。イーミギョンは今日2点目。日本でもおなじみのイーミギョンですが、そしてここで日本代表に選出されている選手になりますけれども、ロングシュートが魅力の選手ですね。この選手も息の長い選手ですよね。そうですね。さあ、いい形ですね。右サイドを決めた。日本の最初の得点は7番の服部咲希。まずはタイムアウトの後のオフェンス、しっかりと得点に結びつけました。そうですね。これで少し落ち着くかなと思います。ユーソジョンからカン・キョンミン、ユーソジョン少しバランス崩したが、イ・ミギョン、ここも落ち着けます。カン・キョンミン、イ・ミギョン、パッシブの横、手が上がる、自ら持っていく、ここも強い。イ・ミギョン今日3点目、5対1になります。しっかりついていました。28番カン・キョンミン、金城から相澤へ、渡辺のシュート、この距離ですね。そうですね、渡辺麻也今日1点目。今29番の韓国のディフェンス選手がブラインドになってゴールキーパー見えなかったんじゃないかなと思います、この辺りもクイックで打ってきて見えづらいタイミングを測って打ってるわけですね、はい、一方の韓国はイーミギョン、ここも体勢が苦しいと見るや一つドリブルをついて自分のタイミング持っていきました。リプレイ出ますが、サハラもついてるんですけどもね。から金城、ここはゴールキーパーの大皿対応しています。速攻走るイーミギョンからカン・キョンミンへ、このパス通って連続得点、韓国7対2。カン・キョンミン今日3点目、イーミギョンが4点、カン・キョンミンが3点ということで、この2人にやはり終始してますよね。そうですね、キープレイヤー2名に。そして29番のユースジョン、左ウィング7番のシン・ウンジュ入ってきています。イミギョンからユーソジョン、このシュートが吸い込まれていきます。33番シンダレ、今日1点目。8対2。選手が1人ずっと前に出てたんですね、はい、でそれ日本なかなか攻めれなかったので7人攻撃にすることによってキム選手を意図的に下げてるんだと思うんですよね。決めましたね。今あのベンチの意図通り、あの右サイドまでしっかり展開できたかなと思います。服部シュート決まって、服部今日2点目です。8対3。
これでいいわけですね。そうですね、今はしっかりベンチが下がるわけですね。そうですね、相澤から岡田、金城、ここは打てない。バッシルの横、手が上がります。岡田打ってきた、決めた、岡田彩音、今よく打ち込みましたね、岡田選手。現在の大阪体育大学のキャプテン、先月の西日本インカレでも優秀選手、戻ります。また出ましたね。左サイド林、戻して岡田、パッシブの予告、なかなかシュートまで持ち込めることができない。出しどころ探す、相澤打っていった、頼りになります。日本の若き司令塔、相澤夏樹。今攻撃の途中で一人あのキーパーと交代に戻ったんですけど、はい、一瞬その時に韓国ディフェンス緩んだんですね。その一瞬の東京2020は出場ありませんけれども、前回の日韓定期戦、2019年の日韓定期戦には出場。さあここも間を割ってきました、カン・キョンミン。これで今日4点目になります。今日本の9番の葛西選手が自分のマークを奪った。走る、右に通ってループシュート、決めました服部咲希、今日3点目。今先ほどのスカイプレート逆側から同じような攻撃始まって、手前のディフェンスの25番の見極めているところだというところもあるでしょうけれども。さあそしてここではイ・ヨンソンが入ってきている。タイムアウト明け、最後は7番シン・ウンジの得点です。得点2桁に乗りました、10対6。ただのシュートはゴールキーパー正面、そして長いパスですが、このパスを読んでいた相澤しっかりとキャッチ、インターセプトから持ち上がる、金城のシュートだ、引っ張って右下足元打ち込んでいきました。してたんですよね。ああそうだったんですね。関東学連東軍に金城有沙の名前がありましたが、今日は日の丸を背負って戦っています。さあそしてここも速攻を初見に取って足元抜いていきました。日本徐々にリズム良くなってきましたね。そうですね、10対8。初見宮子も去年、アンダー20の世界選手権で7試合46得点、世界の7位につけました。渡辺のディスタンス、両手でガッツポーズだ。さあ1点差、渡辺麻也は今日2点目。渡辺選手はイ・ミギョンから、なかなかこのピボット27番キムソラのところには通りません。そしてこちらは通る、辰巳のシュート決まって同点、追いつきました。辰巳今日2点目。これ今韓国2本続けてポストパスしてるんですけど、はい、フリーではあるんですけど、ポストの選手27番選手取れてなかったんですよね。で今キム監督交代させましたね。そうですね、10番のウォンソンピルがピボットポストの位置に入ってきました。シン・ウンジュ、イ・ミギョン、イ・ミギョンのシュート、困ったらイ・ミギョン、5点目です。11対10、再びリード、日本は再び石川さら。渡辺選手ディスタンスシュート2本打ち込まれてたので、はい、キム監督すぐ5-1に戻しましたね。そうですね、そして渡辺そら、しかし物ともせずに打ち込んだ、渡辺、失礼、石川そら、石川空得点で11対11。ファン・キョンミンからイ・ミギョン、そしてユ・ソジョン、右サイド、最後仕留めたのは33番のシンダレ。日本今このあと90秒ぐらいの退場期時間をこう続いてるんですけど、ちょっと踏ん張りどころですね。しかもこう、キープレーヤーの相澤選手の退場なので踏ん張ってほしいですね。7メートルスローも決まって、これで13対11。イ・ミギョンは今日6点目です。今楠本監督から林にたくさんの指示が飛んでいました。
本来のポジションセンターバックで起用ということでしょう。岡田割ってきた、ブレイクスルーで岡田彩芽、今日2点目。今日本はよく時間を使いながらゴールキーパーも戻して、で最後に岡田選手が間を割って得点をするっていう最高の展開でした。そうですよね、これで13対12、1点差。伸ばせなかったのと、警戒してたライン際の攻防で間割られるし、6得点、ここは突出しています。さあ後半が始まりました。韓国は右をまっすぐ飛んでった、割っていきました。後半のまずはこのイ・ミギョン、高々と突き上げた右手、今日7点目。まっすぐ割ってきましたね。そうですね、今日本は基陣攻撃を置いてベンチに戻ってくるので、はい、攻守の切り替えの部分一つ後半鍵になるかなと思いますね。石川ディフェンスをものともせずに打ち抜きました。今日2点目です。そしてこちらも右ウィングのソン・ジオン、今の部分です。今も相澤選手がセンターの力、真ん中ポストの位置にギムボン、34番右のバックにジョン・ジーン、そのジョン・ジーンへイ・ミギョン、イ・ミギョン打ってきた、角度のあるシュート、これで今日8点目になります。さすがですね、経験もさることながら韓国は今 6-0 のディフェンスを敷いてますね。相澤から左へ、もう一度、ここは岡田から相澤、大阪体育大学先輩後輩のホットライン、しかし一気に走るカン・キョンミン、ここですね、攻守の切り替えのところ、日本、今、攻防際で2人変わっているので、得点の後だとか、シュートを打った後っていうのは、非常に大事になりますね。はい、この辺りの一瞬の混乱、一瞬の隙を韓国代表はしっかりついてきますね。そうですね、おそらくハーフタイムでもそんな指示があったかもしれないですね。はい、17対14、3点差。後半に至っては韓国4点に対して日本は2点。ピボット入ったが、ここは打ち抜いた、しっかり決めきりました。今素晴らしいプレー出ましたね、葛西選手。葛西、そうですね、ここのところ、これは先ほどの葛西のシュート、左には依然として初見が入っています。その右、服部、角度、狭いところ抜いていきました。さすが服部選手ですね、高確率ですね。服部さき、今日4点目、17対16。後半の10分を回ってその差は1点。カン・キョンミン、イ・ミギョン、一人でステップから、今のも個人技見事ですね。今も1対1行った先にピボットの選手が準備してるんですよね、はい、それもあって北原選手がカバーに行けないんですよね。今反応しています。お皿、ここまでも好セーブ連発、イ・ミギョンから、あとここもやはりこうポストの選手うまく利用しての個人技だから、完全な純然たる個人技という形でもないわけなんですね。そうですね、19対16、いいミギョン連続得点。ここはパスが合わない。さあそしてエンプティーゴールに吸い込まれていきました。服部のシュート、ここはしっかり得点結びつけて19対17。服部選手さすがです。ここのプレー、これ今日本も攻撃で葛西選手がライン際で頑張って退場を取って、はい、韓国も今ライン際でピボットが頑張って日本退場を誘ってなんで、今ここの攻めぎ合いが続いてますね。7メートルスロー、イ・ミギョン、キーパー変わりました。難なく成功、これで20対17。
20点台に乗せてきました。イ・ミギョン今日11点目です。日本はゴールキーなお愛知県出身 JH より24得点代表初招集、その高木へ決めた、変わって入って即得点結びつけました。高木じゃないよ、高木だよ。20対18。今もしかしたら韓国は日本が退場してたので、もう少し回してくるんじゃな、じゃあもう少しボールを回してくるんじゃないかなと思ってた一瞬の隙に高木選手意表ついて打って決めましたね。そうですね。しかしこちらユーストジョンもすかさず得点で21対18。今日1点目です。韓国ラスンセン監督ものも垣間見えますか。そうですね。7メートルスロー、カンキョンミン、ゴールキーパー日本は16番の大沢阿比直美。難なく成功、22対18。カンキョンミン今日6点目。ああ、そして、まあ、肝心なところとどめを刺すために息を入れたっていうところもあるでしょうか。そのイーミギョンから右、イーソジョン、イーソジョンだ。大事な大事なこの1点は韓国に入りました。岸田さん、いやー今ミギョン選手がクロスで大きく回ってきたところまでなんとかついてて守ったんですけど、本民からこのパスは通らない。奪って北原を経由、ね、相澤、そして中、林のシュート、両手を広げてガッツポーズ、林美里。今日1点目。今ゴールキーパーにまっすぐ突っ込んでいって結構難しい状態だったんですけど、よくですよね、はい、日本しっかり修正できていると思います。ディフェンスを、韓国ボールでリスタート、残り5分を切ってユーソジョンからカンキョンミン、イーミギョンに渡る、イーミギョン、ここでフリーをつける。串田さんも思わずあーっていうね、心の声がダダ漏れになりましたが、いやまさにあーですよね。今ミギョン選、世界選手権では47得点、石川空よりも1点多かったこのイーヨンソン。そのイーヨンソンシュート打って、ここも突き放していきます。残りが10秒、秋山打ってきたがポスト、無情にもこのシュートはポストを叩いて、ここで試合終了。日韓定期戦2022、25対19、韓国代表が日本代表織姫ジャパンに勝利しました。イーミギョン今日12得点の活躍、ハイタッチで勝利を讃え合う韓国で、楠本監督も事前にお話してたライン際の攻防、ディフェンスでピボットだとか相手のカットインプレーにやられて4点ビハインドからのスタートだったと思うんですけども、はい、7人攻撃を駆使しながらなんとか1点差で折り返して、で後半決定機を、攻撃で決定機を作る部分ということにおいては日本と韓国そんなに差はなかったと思うんですけども、日本は韓国のミギョン選手を守りきれずに、日本はノーマークシュートを相手のゴールキーパーに阻まれっていうところ、ちょっとこう個人のこの